そうで、さっきそのドラフト候補生の頃からこの場所で配信をしてるっていう話をしたんですけどね、今日実はドラフト候補生になった日なんですよ。そう、もう忘れもしないポッキーの日、もう絶対に覚えてる、忘れないじゃないですか、こんな分かりやすい日。 そう、ドラフト候補生オーディションで、ね、最終審査の日だったんです。それこそ最近だと海里がちかなに話しかけてたとか、それを私が本読んでるふりをしながら眺めてたとか、なんかまあそういう話をねしてたんですけど、まあそれがね、ちょうど3年前の今日この時間帯。いや、私どうしてたんだっけ、最終オーディションの日は、その日の朝に行ったのかな、多分。で、おばが東京に住んでるので、おばと合流して連れてってもらってって感じだったんですけど、そう。そうなんです。で、わかるかな？沖さんと出会った日。沖さんのことがめっちゃ印象に残ってる日なんですよ。STU48 さんの沖優香ちゃんっていう、まあ同じ同期のドラフト3期生の子がいて。で、なんか私がその、多分新潟からそのオーディション受けに出てきて、会場におばと向かってる時に、なんか、交差点？横断歩道？信号？ なんかそこに、ああ、この子オーディション受けるんだろうなっていう、それらしき人がいて、それがもう沖さんなんですけど、そう、めちゃめちゃそのオーディション受ける前の時点で、そこで出会ってて、その時喋りはしないけど、すごいね、そう、覚えてるんです。そう。沖さん、とそこで会って、そう、その時は名前は知らないんですよ。名前は知らないんだけど、沖さんはね、顔出し配信してたので、パパが好きだったんですよ、もうすでに。それおかしくない？ もうその時からパパはショールームを見張ってて、いろんな候補生のショールームを見てて、そう、それでなんかチカノのショールーム見ながら、この子はなんかミーとすごい気が合いそうだなって思うんだよねって謎に紹介されたりとか、そう、なんか最後の方になって、クックーちゃんっていう子がさ、ものすごいなんか喋り方が面白くてみたいなね、言われたんですよ、その時から。そう、だからもう、そのショールーム上でさ、まあ存在は知ってるわけじゃないですか。で、そのパパの中でのそのお気に入りが、そのオキちゃんとそのユナ子だったんですよ。で、チカノのこともたまに見てたみたいな。だからそのいちいち紹介してくるんですよ、この子、こんなショールームしてるよみたいな。だからその沖ちゃんのことは、もうその候補生になる前の、その最終オーディションを受けてる人たちの中でも特にすごい知ってたので、そう、あの子、あのショールームの パパが言ってたショールームの子だってこっちは分かってたから。私はラジオ配信だったら多分向こう顔わかんないんですけど、そうって分かってたから、あ、絶対オーディションを受ける子だって分かって、 そう え、ほんとその時からなのよ、パパがショールームめっちゃ見るの。 そうか、ユナコとか最初顔出し配信してなかったから、ほんとに最後の方、もう最後の何日間かとかでパパが、そこのクークーちゃんっていう子面白いよって言ってきたの、すっごい覚えてる。 そう、だからね、そういうその、まあコンビニの近くの横断歩道、信号のところで、そのおきちゃんに会ったのもこの日。 その日すごい一日長かったなって思いますね。そう考えたら最終オーディションの日って、あとね、あと5分しかないけど、めっちゃ、そう、最終オーディションの日に
最初ダンス審査が始まったんですけど、そのダンス審査の時に隣にね、なんかその審査なんていうの、審査が始まる前、そのフリーでハッシュタグ好きなんだだったんですよ。でフリーでが終わってから審査までの間にちょっと、まあ、待機時間みたいなのがあって、そのなんかレッスン場みたいなとこで床に座ってたんですよ、みんなで。でその時にたまたま隣にチカナがいて、でチカナももう顔出し配信してたから、当時もう、しかもめっちゃ上位だったんですよ、ランキングが。ショールームのランキングがめっちゃ上位で、もう知ってるじゃないですか、もうなんならドラフト受けてるさ人たちの中でさ、すごいもう超有名人みたいな。それがチカナが隣にいて、あ、この子のナナコちゃんだみたいな、当時75番の子ナナコちゃんだってなって、でずっとね、そのまあフリーレが終わってから審査までの時間だから、ずっと1,2,3,4,5,6,7 ってずっとめっちゃ面白くて、いや面白くてじゃない、いや今ね、今では面白いけど、もう当時はもうめっちゃガチだと思ってなんかもうずっと一人でブツ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 1,2,3,4,5,6,7って言いながら、そう座ってるんですけど、座ってなんかずっと体を小刻みで揺らす、多分もう本当にもう自分の空間みたいなそう、それでこの子やっぱりすごいみたいな、もう当時からそのショールームのさ時点でさすごかったんですけど、もうなんかそのフリーレの時点でもうすごくて、もうダンスもともとすごい上手だから、もうそのフリーダンス審査のフリーレの時点でもうすごかったんですけど、そのフリーレが終わって審査までの時間の時に隣でずっと言ってて、やばいこの人みたいなやばいやばいっていうか、そのなんすごすぎて、もうなんかガチだと思って、私はもうダンスも何もやったことないから、うわもう多分こういう人が受かるんだろうなってすっごい思ってたのそうだから、もうその時からチカナだって分かってたから、その名前はね知らなくても、そうだからすっごく覚えてる、もうね忘れられないの、隣でワンってなんかさ、歌をさ歌ってるっていうか、歌ならさなんかまだ分かるんですけど、でもチカナのカウントって今でもめちゃめちゃ助けられて、そのドラさん公演の夢逃げとかもすっごい一カウントごとに一振りがあるぐらい、めちゃめちゃその早くってタイミングがこう合わせるのが大変な曲なんですね。その夢逃げの時もチカナがずっとカウントを言ってくれてみんなで合わせてたりするから、本当にチカナにとってそのダンスのカウントがめちゃめちゃ大事だし、私たちもそのカウントにすっごい助けられてるんですけど、もう当時のそのダンス審査の時のその一人でブツブツカウントを言ってるのが本当に忘れられなくてっていうのももうちょうど3年前の話本当に面白かった、いや今だから面白かったんだけど、当時はもうなんもう自分の世界に入りすぎてて、隣の人がもう私はどうしたらいいんだろうっていう、すごくあの不安な気持ちを煽られてましたでも本当にね、もう今だからこうやってさ笑い話にさできる、めちゃめちゃ面白い笑い話にできるけど、なんかそう考えたらね、その当時さ、まさかこの後一緒に、まあ、ドラフト候補生になって、でまさか同じグループに入ることになるって想像もしないじゃないですか。だってもうすごいんだもん、もう絶対にすごい人だって思ったからまさかそんな人とね今一緒にね、一緒にもう3年もね過ごしてるなんて思わないですよ、本当にすごいなってしかも本当にすごく近田には毎日支えられてるし、昨日もねもう一昨日ももうずっと会ってるからね、不思議ですね本当に、なんか運命って分かんないなって思いましたっていうちょうどいい時間そうというわけで、もう私たちドラフト3期候補生
が決まった日です。今日はポッキーの日なんですけど、忘れもしないめちゃめちゃ覚えやすい日でした。通過したらお名前公開です。でも音聞こえる。あ、そうなんだ。まめたさんと配信してます。まめたさん、そう最終日は、そう、8時までなんです。あの中学生とかね、小学生の年齢と多分合わせてだと思うので、8時まで配信なので、最終日だけは5時から配信しようと思いますあれ8時、そう、自分での手応えはどう？あ、このショールームを通してってことですかね。まあでもね、たくさんの方にね見ていただけてね、で13位、今13位ないんですけどね、本当に大したことできたわけじゃないんですけど、こんなねたくさんいる中で13位っていう順位いただけてね、本当に嬉しいなと思います。これでねオーディション頑張れそうだと思います。あのね、まだオーディションが先なんですけどね、2次通過してから3次審査までちょっとの期間があるんでね、多分ショールームしてなかったら不安でね、もううわーってなっちゃってたから私はショールームできてよかったなと思います